皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの長野です。今日も、中野雄二の暗号資産、投資教室を始めていきたいと思いまーす草子新聞、購読視聴規約。ここでね、一旦この動画を止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条を、大きな画面でね、一語一句を読みください。 全ていちご一句承諾できるという方のみこの動画の続きを見ることができますどこか一箇所でも承諾できないという方はこの動画を見ることができませんそれでは行ってみましょう2019年4月21日日曜日暗号室産草い長野研究会 <coughs> 今日ね2本目の動画になります 時刻はね、3時ぐらいになったかな。今シャワー浴びてきて、えー、すっきりしたところです。えー、っとね、まだ暑いですね、外が暑くて、やっぱりちょっとね、夕方ぐらいにならないと行動できない感じですね、暑くて暑くてね。まあ私はね、あのー、毎日休みのようなもんでね、仕事してますけどね。 家でやってるから休みみたいな雰囲気になっちゃうんですよね。それでまあ一応東京とか仕事に出かけますよ。あの客先と会ったりしますけどね。まあ自由なんでしかもね。<laughs> それでね。あのー、来週から10連休って始まるじゃないですかね。10日間1日間休みですよね。僕はね、あのー、22歳で。 大学4代出てね、すぐに就職して、22歳で就職してね、えー、ずーっと働き詰めだったんですよね。で、29歳で独立してからもね、ずーっと働き詰めでね、で40歳になってね、まあ、ひ区切りつけて、疲れたなと、疲れたな一区切りしようかなっていうことでね、<coughs> 2010年の時かなうん、で、まあ、2013年ぐらいかな、13年ぐらいまでやって、 43歳の時にね、えー、僕も10連休取ろうと。10連休。ね。10連休じゃないですよ。10連休って言うと10日間でしょ。僕はね、10連休ですから、10年間休み取ろうと思ったんです <laughs> 10連休。ってことでね、えー、10年間一応休みを取ってます。でね、また、だから、 <laughs> 43歳44の時からね休みが始まったわけですが、まあ、54歳まで休もうということでございましてだから53歳まで休んで54からまたね仕事すればいいやってことで10年級のですね今何年目かな <laughs> だから4445464748ちょうど5年目ですね4年間終わったって感じですね 今年が終わるとちょうどあの折り返しになりますけどね。丸4年間、いうん、いや毎日休み、<laughs> 10年間<級>、<laughs> まだ4年間しか休んでないですよね。あと6年間あるんで、えー、十分にね、羽を伸ばしてですね、えー、遊びに行ってしたいと思います。あの、まあ、そんな金どこにあるんだって感じですけどね。まあ、それは、あの、ほら、皆さんご存知は FX で稼いでますからね。うん、あの、<laughs> FX で、まあ、シスさんもね、210億円稼いだって言いますが、210億円ね、コツ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 ってのはね、なかなか難しいんですよ。人間ってそんな集中力続かないんで。だからね、いあの風林火山なんですよ、投資っていうのは。風林火山。わかるかな長野研究会でいつも言ってますけど、動かざること、山の越しでねあね、今投資するタイミングじゃないなと思ったら、1ヶ月でも2ヶ月でもね、 半年でも1年でも2年でも山のように動かないわけです。で、いざね、相場が動いたら、一気火星にですね、全財産の8割を突っ込んでですね、勝負に出るんですよ。そうすると、資産もね、一発で40億円を儲けたりしたわけじゃないですか。23億円儲けたり1回の、1回のトレードでね、40億円って。そんな感じなんですよ、僕も。 はい、集中力って続かないんで、ずっと同じレバレッジでずっとやるっていうのは、本当にナンセンスですよ。うん、だから、あのリスクリワードがね、非常に低い時ときと、高いときってあるわけじゃないですか。うん、それだから、その相場が動いててね、リスクリワードが高あ低いときは、一気に全財産をかけるわけ。そうすると、1回のトレードで2000万も3000万も稼げるわけですよ。 はい。で、そうするとさ、2000万、3000万あると、家族、ね、家族暮らしててもね、税金払っても、やっぱり2、3年は暮らせるわけですよね。<laughs> 2、3年はね、普通に、あの、あはい。<laughs> 贅沢しなければね。で、そういうものを、1日の稼ぎで2、3年暮らせるわけですよねで。それをですね、やってるだけでございます。それでは、行きましょう。 ちょっとね、前置きいつも長いんだよね。本日のお題ですが、海外 FX 講座、XM の講座解説ですね。あのー、FX を、まあ FX、FX いいよっていう風にずっと動画で流してました。でその中で、海外の FX 講座って結構あるよっていう中で、XM っていうのが、まあ、初心者にもおすすめですよって話をしました。で、今回ね、XM の講座解説に進むわけでございますが、 その前にね、準備段階という、ナンバーワンですね。事前準備ということで、パソコンとウイルス対策ソフトを購入すると。ということで、ちょっと、えー、見てみましょうか。あのね、パソコン持ってるよっていう方結構いるんですけど、最新版の Windows 10じゃないと、ウイルスにやられますよ。あとは、ハッキングに合うんでね、インターネットからズルズルズルってウイルスが入って,ウイルスが入ってくるし、 誰か人間が入ってきてねパソコンごちゃごちゃにされちゃうからで僕の動画 YouTube 動画見てますよね今ねでまあ最新版見てまあ最新版で今撮ってるやつはあのアップロードしないと最新版にならないから1個前のこモナコインをちょっとあの例外になかんでいますけど、ね、<laughs> 一回止めてですね、まあ、パソコンでやった方がいいですからあのスマホで FX できないですよ、うん、負けちゃうからだからこれもう パソコンで YouTube 見ていただいて、これもっとって押しますね。そうするとですね、これ大きくしますよ。ちっちここにですね、これ動画でしょ上が動画でしょで、ここに、海外、これね、海外 FXXM を始めたい方は以下の手順に従ってくださいということで、普通はね、なんかソフトをダウンロードとか言うんですけど、僕はもうセキュリティの専門家ですからね。はい、最初からやります。 Windows 10が搭載されているパソコンを購入します。ノートでもデスクトップでもいいですが、まあノートパソコンの方がいいよね。あの、いろいろ、いろんなところでできるからね。あとね、なぜノートパソコンがいいかというと、バッテリー積んでるんですよ。だから停電した時もね、動いてるんですよね。 デスクトップパソコンってわかりますよね。ノートパソコン以外のでっかいやつ机の上に乗せてるでっかいやつとか一体型のデスクトップパソコンはバッテリーが搭載されてないのでちょっとでも停電するとヒューンってねいや全部消えちゃうんですよ。全部消えちゃうので FX っていうのはポジション取ってパソコン消えちゃったら大変ですからだから絶対にノートパソコンにしてください。でね バッテリー買えばいいんですけどね、UPS とかね。でも、それまた1万か2万かかるんで、FX とか株とかね、まあ仮想通貨はまあゆっくりでいいからいいんですけど、株とか FX やれるんだったら、絶対ノートパソコンですよ。うん。あのー、停電した時どうすんのと。あと、瞬電っていうのもあるからね。うん。0.1秒とか0.2秒停電した時もパソコンダウンする時あるから。<laughs> そしたらどうすんのと。で、また Windows 立ち上げ直してる間にね、 大きく相場がずれたらもう大損ですよ。あと利益が出てたんだけど戻っちゃったりしますからね。ノートパソコンはバッテリー積んでるんで、最低でも1、2時間。まあいい,のいいパソコンだと5時間から10時間動きますから。だからね、本当、FX で儲けて、まあ、だってさ、FX 儲けると500万も1000万も5000万も1億も儲かるわけで、儲けるためにこれからやるわけですよね。そのために、一番最初の出だしでね、 いや、儲かったら買うからっていう人がほとんどなんだけど、そういう人はね、いくら経っても儲かんないんですよ。最初に、あのリスク、投資をしてリターンがあるわけだから、あの、何にもないんでね、宝くじ買わないで、宝くじ当たったら宝くじ買うよって言ったところで、当たるわけないじゃないですか、勝手にねえんだから。だからやっぱりさ、宝くじに当たりたいんなら、宝くじ買わなくちゃ。 ね、だから Windows 10買った方がいいですよ。安いもんですよ。すで既にパソコンをお持ちの方は新たに購入する必要はありませんと。で、ノートパソコンがいいですね。デスクトップじゃなくてノートパソコン。なぜかと言ったら、停電してもバッテリー積んでるから大丈夫と。あと Windows 10.Windows 10のノートパソコンを持ってる人は必要ありませんが、ただ家族と共有,し共有してるとか、奥さんとか子供と共有してるんだったら、自分専用のパソコンを買わないとダメですね。 自分専用のパソコンでも他の作業、ね、仕事とかいろんな作業と一個にしてる人は別々にした方がいいです。はい、なぜかというと遊びとか仕事で使ってるパソコンというのはいろんなウェブサイト見ますよね。そこからウイルスがダウンロードされたり、えー、してですね、ハッキングに合う可能か、もうすでにハッキングに合ってる可能性があります。あとはウイルスに感染してないパソコンなんてありえないんですよ。だからね、 FX 専用のパソコンは買った方がいいですね。それは FX しかやらない、XM しかやらないというふうにし,てした方がいいです。そうしないとたくさんね、XM でようやく500万、1000万、5000万、1億稼いだのに、全部持ってかれちゃいますよ。持ってかれるっていうかね、あの遊ばれてね、全部なくなっちゃうから。はい。それで私のおすすめは東芝線のノートパソコンですと。で、Amazon で購入する場合には以下をクリックして購入してください。ということで、ここを押してください。 で、これね、私が今持ってるやつですね。持ってるやつが、これです、えー。これね、今安くなってるんですよね。タイムセールス祭りで、Amazon <laughs> のねタイムセールス祭りでね、えー、いつもはね、13万3000円なんですけど、12万8000円になってますね。5000円安くなってるんですよね。これね、非常にいいです。Pentium i7、Core i7 が乗っててね、早いですよ。 SSD は載ってないんですけど、SSD が載ってるともうちょっと高くなるんですよね。16万ぐらいになるんですけど、まあそれはそれでいいと思いますよ。で、これ最低でもこのね、ここは i7-855-U プロセッサーの差多いですね。メモリー 8GB。で、やっぱりパソコン早くないとね、もさもさしてるとね、あの、相場乗り遅れて終わりますからね。はい。なので、まあ基本的には IFO の設定を事前にするんですが、 ただ、えー、トレーリングストップっていうのはこのパソコンの方でプログラム動かしますからねそのプロレーリングストッププログラムがね <laughs> ノロマだとですね、えー、やっぱり利益取れないんですよねなのでこれをまあここのカートに入れるとか今すぐでパチッて買っていただければと思いますほんででこれアマゾンの、ね、タイムセールス祭りっていうのがって タイムセールス、これはね、アマゾンプライム会員ですね、まあのー。年間1000円高くなってですね、年間4900円払った人、または1月500円払ってる人は、あのビデオ見放題あの、映画ビデオ見放題なんですよね。僕も入ってますけどね、FX やる人はね、大体入ってますね、アマゾンプライムに。なぜかというと、ほんと99.9%は待ちなんですよ、相場っていうのは。待てないとあのやられるんです。 負けるんです最後まで待てた人間が勝つんですよ。で、ずーっと映画見ながらチャート見てると。はい、あとは YouTube 見ながらチャート見てると。で、これ、Amazon プライム会員だとタイムセールス祭りで、えー、安くなるってことですね。だから、パソコン、さっきのパソコンもうもういきなり5000安いじゃないですか。ほんで、Amazon プライム1年間の映画、 視聴量が4,900円さ、ま。ちょっと前まで3,900円だったんですけど、1,000円値上げで4,900円だけどもうパ、このパソコンだけでもね、えー、もう5,000円ですからね。あと、こういうファイヤースティック1,000円引きですよ。これすごい安いですよ、これ。うん、Kindle とかも。だから、プライム会員になると、やっぱりいいですねで、あのー。本当にいい映画がね、見放題ですからね。むちゃくちゃいいですよ。うん、あとは、 えー、2000円以下、もう100円でも、50円でもね、あの、送料無料ですから、何回でも。で、プライム会員、映画とかね、漫画とかね、僕自分がね、むあの子供の頃の漫画も全部見れますしね第、第1話から50話、100話とかね。で、こう、年間に何回かですね、あの、大売り出し、大売り出しやってくるんですよね。<laughs> とか、それでも元なんかむちゃくちゃ取れるんで、 はい、あのホームキッチンとか飲料とかあの食品とか何でもありますよ。家電だけじゃないですからね。何でもありますから。で、これ679円とかも無料だし、本なんかも無料ですから、送料がね。送料が無料ですからね。<laughs> で31%引きとか15%引きとかね。で、さっき見たですね、このパソコン5000引きですから、これ、山田電機で買うより安いよね、これね。 うーん、これ買った方がいいと思いますんです。はい。次いきますね。2にね、ウイルス対策ソフトを購入しますと。で、既にウイルス対策ソフトをお持ちの方は新たに購入する必要ありませんと。いうことでね、あの、ウイルス対策ソフトをインストールするっていうのは、エチケットなんですよね。ま,あ、まるでね、外に出かけるときにハ、ハンカチとティッシュをポケットに入れていくのと一緒だし、 えーね、赤信号は止まると。青になったら渡ると。これ、エチケットだし、法律じゃないですか。うん。それと一緒で、まあ、ウイルス対策ソフトをパソコンに入れてなくてもね、法律上問題、まあ、あの、民事上は問題ありますけどね、民事裁判で、ね、負けますからね、これ入れてないとね。<laughs> で、私の勧めるのはこれで。ウイルス対策ソフト入れてない人いっぱいいるかもしれないね。 ノートパソコンとかね、パソコン買ってね、最初の3ヶ月間はね、トレンドマイクロとか、シマンテックとかがね、無料で入ってて動くんだけど、3ヶ月経つと止まっちゃうのでね、クレジットカードで延長するか。で、トレンドマイクロとかね、シマンテックっていうのは高いんですよ。はい。あの、半年で5000円かな。2年契約で1万円ぐらいするんですけど、このソースネクストとの、ソースネクストのウイルスセキュリティゼロっていうのはですね、1回最初にお金払,払って払えば、 毎年無料なんで、すでこれ1台のやつが1980円ですが、今プライム会員だとね、216円安くなってんだよね。1922円で10%引きで、おどんだけ安いんだよと。どんだけ安いんだよ、アマゾンって。いうことでこれこれ絶対買った方がいいですよ、この機械に。うん、で、このカートに入れとかす、今すぐ買うでね、やってください。 で、インストールするんですね。で、まぁ、あ、ちょっと2番まで行ったでしょ。で、3番目、ノートパソコンの初期設定とリカバリーディスクの作成を行いますすでにパソコンをお持ちの方はこの作業必要ありませんが、まぁ、あ、FX やるなら新しいパソコン買った方がいいですね。FX 専用のね、XM 専用の <coughs>。で、ノートパソコンの初期設定っていうのは、電源入れると初期設定画面がずっとあの進んでいきます。あと、リカバリーディスクの作成っていうのは、自分でやらなくちゃいけないんだけども、 まあ、あ東芝だったらね、東芝のところにね、リカバリーディスクっていうのがあるんですよ。えー、東芝、東芝、あ、立ちつった、あれ東芝、ちょっと待ってくださいね。リカラバリーディスク。リカバリーメディアクリエイターっていうのがあるんだね、これね。これ、リカバリーメディアクリエイターっていうのがあって、 え、これどこにあるかというと、東芝のところですね。だから、えっ、ー、と t ですね。t から始めるところにあるんですね。この東芝ってあるでしょここ東芝の中に、えー、リカバリーメディアクリエイターっていうのがあるんですよ。これソフトなんでこれ入って押すんですね。はい。で、どうなるかと。これですね。ちょっと今動いてますからね。ちょ、ちょっとやばいね。なんか動いてますね。 しばらくお待ちくださいになってますね。あれちょっと大丈夫か大丈夫ですね、はい。はい。で、こういうのが動いて、えー、っとね、リカバリーディスク1234。6枚ですね。でこれ、作成とボタンを押すと、えー、っとね、このパソコンがね、ウイルスにかかってしまって、 ウイルスにかかるとね、もうどうしようもなくなっちゃうので、ウイルスにかかっちゃったと。ウイルス対策ソフトっていうのは、検知率49%以下ですからシマン、世界最高のウイルス対策ソフトってシマンテックって言われてるんだけど、あれでも49%しか検知できないんですよ。だから51%は新種のウイルスなんで、それに感染してしまうと、パソコンの中のすべてのファイルがね、ウイルスに感染しちゃうんですよ、ほとんどね。 だから、もうどうにもなくなっちゃうんですよ。そのパソコン使えないんですよね。インターネットに接続して、パソコン使ってる間、どんどんどどんん自分のねパソコンの中にある個人情報とかファイルをどん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 。 あの、インターネット上にね、放出し出すんですよ。そういうウイルス対策ソフトも結構多いんで、あの、もうむちゃくちゃですわ。あの、はい、FX もやられちゃう。他人に ID パスワードバレちゃうし、仮想通貨も違うとこに送金されちゃうしね、むちゃくちゃになっちゃうんで、あの、なんかおかしいなと思ったら、もうウイルスに感染してると思っていいですから、<laughs> このリカバリーディスクを作っておくとね、えまたね、 買った、買った時のね、初期状態に戻すことができます。パソコンをね、DVD6 枚。できるので、これ絶対やってください。これやんなくてもパソコンは使えるんですし、やってない人がほとんどなんですよ。これ作ってない人がほとんどなんですけど、これやんないとパソコンがもう、もう一個買わなくちゃいけないからね。これやっとけば買わなくてよ,よくなるから。で、わかんない人はですね、わかんない人は、 あの僕がねあの、皆さんのご自宅まで行ってやりますよ。うん、ただ、交通費とし宿泊を伴うんだったら宿泊費、僕は千葉県松井いるんでね、あおちょっと、あのー、宿泊費ねあの、交通費と宿泊費、それと1万800円ですね、あの日当代ですね、いただければ。 ノートパソコン買っても、初期設定も分かんないと。そしたら買っただけで、アマゾンとかね、ヤマダ電機から買ったとかね、アマゾンで買ったって言ったら、そのまま箱開けないで置いといてください。あの初期設定や,や,やりますんで、やってあげます。あと、リカバリーディスク。これ、東芝は、私のパソコンはね、DVD にリカバリーディスクを作成でしたけど、USB キー 32GB の USB キーに作成するタイプのものもあります。富士通なんかっていうのはそうですね。 NEC 富士通なんかというのを USB キーに差して込めばずっとやってくれるんですよね。まあ、そっちは楽ですよね。ですから、えー、<laughs> そういうの分かんない方はね、やりますし、まあ、一緒にノートパソコン買いに行ってくれないかと、近くの山田電機とかね、小島電機とかにね。そういうのもやりますんでね、あのぜひぜひ言ってください。FX やりたい方、まあ、仮想通貨やりたい方でですね、 パソコンの購入から始めたいと。もう息子、娘に言ってもね、えー、そんなのやめた方がいいってって、ラチが開かないっていう方は、えー、どうぞ呼んでくださいしたら、まあ、パソコンの購入から始めるとなると、1泊2日ですね。えー、2日間必要な、朝早く,行くから行って、パソコン買って、ウイルス対策ソフトも買って、それで、まあ、アマゾンで買っておけばね、もうすでに家に着くと、着いてると思うので、着、えー、いた段階で箱を私が開けますから。 そして、パソコンの初期設定とリカバリディスクの作成を行います。これは DVD、まあ、私の持ってきます。あと、USB も持っていきます。どっちか使いますね。だから、この費用はちょっと必要、プラスでもらいますけれども、U、DVD は安いからね。1枚50円ぐらいだからね。50円とか30円ぐらいかな。USB メモリは 32GB <laughs> 以上が必要で、これ多分2000、1800円とかしますけどね。1600円とかね。はい。で、3番。 ね、このパス、すでにパソコン。で、山田電機とか小島電機とかでね、これやってもらうとね、2万から、2万円から3万円するんですよね。で、4、ノートパソコンにウイルス対策ソフトをインストールしますと。で、さっき買ったね、これ、ウ,ウイルス対策、これをですね、インストールします。でこれもね、ちょっと難しいんですよ。最初にトレンドマイクロとかね、シマンテックがもう入ってるんで,で、これをインストールするとね、今既存のやつを、 アンインストールしますかとかいろいろ出てくるんで難しいんですよね。でこれもわかんない場合には私の方でやりますのでえ、日本全国つつ裏裏ですね、どこへでもお伺いいたしますので、どうぞお気軽にお電話いただければという思います。お電話番号はここですよね、0901218150円ですね、もしわからない場合にはお電話ください、日本全国どこへでもお伺いしますと。まあ、ただし、あの交通費と ぜひいただきますそで宿泊もするかもね、東横ンとか安いところにね、<laughs> 宿泊費も5000円ぐらいですけどね、もらえたら、1泊2日ですね、そうすると2日を教えるとなると、そうか、1万800円が 2, 2回になるから2万1600円になっちゃいますね、コンサルティング料金っていうかね、教える料金がね2日間でね、1日でできればいいんですけどね。 はいまあ、でも、山田電機とかでやるよりは安くできると思いますよ。はい。で、ノート、これ、4番終わりましたよね。で、次に以下のページから Firefox ブラウザをダウンロードしパソコンインストールしますということなんですが、あのね、結局何を言いたいかというと、最初にパソコンを買うとね、インターネットを見るためには、このブラウザーっていうのが必要なんですよ。この E って書いてあるでしょ、ここに。マイクロソフトは、この、 えー、インターネットエクスプローラー、今は、ね、インターネットエッジって呼んでるんですけど、これが必要なんですよ。ブラウザーっていうのは、ブラウジングっていうのはね、覗き込むっていう意味で、これ、インターネットを覗き込んでて、これ、パソコンの CPU、パソコンで処理してるわけじゃなくて、えー、サーバーの中身を覗き込んで、ここに表示してるだけなんですよ。テレビと一緒なんですよ、これ。テレビと一緒で、パソコンのサーバーを、あパソコンの CPU を使って、 画像処理をしているわけじゃなくて、ここにね映像を映し,し出しているだけでねこれテレビと一緒なんですよ。<laughs> とこのテレビ機能のブラウザって言うんですけどねテレビ機能をこれだとちょっとこれはね多分いろんなもので使うと思うんでえー、っともしね新しくパソコンを買ったら買った新しいんだったら、えー、Google Chrome ですね。 google chrome をインストールした方がいいですねでここで google chrome をインストールするとあの英訳も自動でできますし gmail もねすぐに見れるんで便利ですで google chrome Google Chrome と入れてですねで、ウェブ検索ってやるんですね。そうすると、えー、ダウンロード、Google Chrome ダウンロードで出てきますんでこっち側ね、えっ、ー、と、こっち、Google Chrome ウェブブラウザーですね。で、Chrome をダウンロードってあるんで、これをダウンロードして、うこうやって見てね、同意してインストールと。やるとインストールされますんでね。 で、実行落とすのかな。はい、そうすると、Chrome をダウンロードしていただき、ありがとうございました。と、これ、配布しますと。はい、いうことで、これでインターネットダウンロードしていますということでね。もう、僕、すでにもうダウンロードしてあるんで、やりしてなかったんだけど、一応やってみました。はい、ダウンロード完了で、これ使えるようになりますということですね。<laughs> ダウンロードしてインストールダウンロードとインストールと違うんですよ。 ダウンロードはプログラムをダウンロード。そしてインストールっていうのはそのプログラムをパソコンの中に入れ込むよっていう意味ですね。で、これで使えるようになりました。ということで、<laughs> これ Gmail とかねで。Gmail とかよくわかんないメールとか。そうしましたらですね、わ、えー、からないことがたくさんあるならば、ちょっとやっぱりお,お呼びいただければと思います。お電話していただきってね。 それでもうすでにパソコンがある方でですね、えー、っと、Google、Chrome でもういろんな作業とかね、仕事とかでいろいろ使ってるっていう方は、えー、っと、ここのね、あの、の、まあ、覗き込むっていうパソコンあのテ、テレビみたいなもんでしょう、ここのね、ソフトの中にね、えー、いろいろ、あ例えば、Google とかね、Amazon とか、Yahoo とかね、えー、YouTube とかと銀行とか、 あとは仮想通貨のこうえ国内海外口座の ID とパスワードがえ暗号化されて登録されるんですよ。この,この,ブ,ラウザのブラウザのこの枠の中にね。<laughs> 登録されちゃって、これ自体がね、えー、変ないかがわしいウェブサイト見るとね、この ID とパスワード、あの業界用語でクッキーって呼んでんだけどね、クッキーのカスみたいなの出るでしょ。クッキー食べると、カスみたいなボロ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 落ちるじゃないですか、カスみたいのが。 あれが一個一個ボロ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 落ちるじゃないですか。で、それで <laughs>、あの、そのボロ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 落ちたもの、いろんな、インターネット上のいろんなページを見たときに、えー、まあ、いろんなことをやってね、いろんなさ、ボタンを押したりいろんなことして、どこまで見てね、閲覧履歴とか残るじゃないですか。そういうものを食い散らかしてまた帰ってきて、その食い散らかした後を保存するんですよ。ウェブブラウザーってのは。その中に ID、パスワードなんかも、 えー、インターネットでね、食い散らかしてですね、ID パスワード登録したりしますよね。で、登録しますかって出てくるんで、登録っていうと、それ、まあ、食い散らかしてから、カス、あのクッキーみたいな、クッキー食べた後のカスが出るでしょ。で、それをこのウェブブラウザーの中に全部登録するんですよ。だから、閲覧履歴なんかも全部登録されるので、えー、一回見るとね、次見たときに、あのー、 なんか ID とパスワードが自動に入るとか、名前が自動に入るとかね、住所が自動に入るとかなるじゃないですか、メールアドレスとか。それがクッキーなんですよ。で、暗号化されて登録されてて、いろんなあのサービス会社、例えば Amazon だったら Amazon で ID とパスワードは、このクッキーがこの枠の中に登録されるんですよ。えー、YouTube なら YouTube、Google なら Google、Yahoo なら Yahoo って。で、それがね、 あのー、悪意ある人間にね、全部ごっそり盗まれるケースが結構あるんですよね、ID パスはー合暗号化されてんだけど、解読されちゃうんですよ。それでお金を持っていかれたら、いろんなことされちゃうので、XM やるときには、この、ね、<laughs> えー、ッジとか、このね、Microsoft Edge のブラウザーとか、Google Chrome じゃなくて、新しいブラウザー、いわゆる Firefox ですね。 を使ってくださいといととうこでですねでまあ、新しくパソコン買った人はですね、えーまあ、Google、Chrome でずっとやってていいです。その代わり他の、えー、いかがわしい、ね、アダルトサイトとかそういうの見ないでください。あとは Amazon とかもやらない方がいいですよね。やっぱりいろんなあのウイルスが入ってくるんで。んで,で,で、できればじゃあということで、やっぱり Firefox 入れた方がいいかな。Firefox。 これですね。これを、まあ、ダウンロードしてくださいということですね。はい。で、はい。ここです。もうダウン僕らダウンロードされてるんでね。あ、ダウンロードされましたね。2個さえ知ってました、ね。で、これを開くですね。でやっぱり難しいんでね。で、これで配慮、はい、するんですね。そうするとあの、インストールされますから。ダウンロードとインストールって違いますからね。 ダウンロードっていうのはあくまでもソフトウェアを暗号化された状態でインス落っこ、落っこ出すと。ダウンロードって落っこ出すっていう意味ですから、インターネット上から落っこ出すと、自分のパソコンにね。で、落っこ出したものを今度自分のパソコンの中でちゃんとソフトが動くようにするのをインストールって言うんですよねで。この違いをちょっと覚えていただければと思います。で、<laughs> でこの XM につきましては、 この Firefox でね、ずっとやっていただければと思います。Firefox セキュリティ性高いので、えー、ずっとね、この Firefox、まあ、あのテレビですよ。だから、ソニーのテレビとか、パナソニックのテレビとか、シャープのテレビってあるでしょ。それと一緒で、Firefox、えー、のテレビでやってください。じゃ次行きますよ。早かったかな早かったうん、ちょっと、どれか、うん、はい。で、次にですね、 5番、Firefox ブラウザをダウンロードし,し,ードしてパソコンインストールしましたよね。次にようやく6以下のページから XM のリアル講座を開設しますと。すで既に XM のリアル講座を解説済みの方も再度上記リンクより同じメールアドレスを用いてリアル講座を開設してくださいということで、まあ、ここの、ね、リンクから入ると、私の,、ね、ああの紹介手数料がもらえるアフィリエイトうーリンクから入ることになるんですよね。まあ、で 口座開設したからってねあの、紹介手数料入んないんですよ。0円なんだけど、その後ね、あのえー、実際にね、XM であのトレードを始めていくと徐々に入ってくるってやつなので、まあ、あの皆様のねあのご協力もお願いしたいなと思いますし、これバッテ申しますよ。 えー、あとね、ここであの、アフィリエイトで貯めたお金を、あの今,今後ですね、まあ、無料セミ FX 無料セミナーにご招待させていただいたり、まあ、無料の飲み会、えー、をやったりですね、勉強会やったり、えー、無料のですね、まあ、旅行なんかもできればいいなと思ってますので、えー、どうぞ、ね、ご協力いただければと思います。で、ここですね、で、す <laughs> でに、えーつ、講座を持っている方は、 追加講座をご希望ですかということで、ここの追加講座ボタンを押してくださいと。<laughs> で既にご存知かと思いますが、一生でですね1人は、1人につき、えー、利用ご利用いただけるメールアドレスは1個だけなんですよ。電子メール、E メールアドレスっていうのは。はい、で1個で8つまで解説できるんですね。で3ヶ月間、ですね、えー、1つの講座を使わないと消滅するんですよ。 だから、一つのメールアドレスで8個開いちゃっても、8個同時に動かさないでしょ。うん。だから、最初の方っていうのは消えていくんですよ。どん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 。お金が入ってないとね。なので、まあ、永久的に何個でも作っていけるっていうことになってます。なので、同じメールアドレスで、え <coughs>、こっちでね、追加口座を返す。もうすでにね、口座持ってる人はこっちから入ってください。でメールアドレスっていうか、まあ、既存の ID ですね、とパスワードで、 また新規にですね、ログインして講座解説してくださいと。で、全く新しくね、今回初めて XM を講座解説する人は、ここからね、名前を入れていきますので、えー、次の動画から <laughs> 詳細にやっていきたいと思いますので、えー、よろしくお願いします。一旦ね、ここで終わりにさせていただきたいと思います。えー、っと、番号としては、6番ですね、5番まで終わりましたので、 6番からやりますそれで、よくわからない人はあの、お電話いただければですね、日本全国津々浦々、お気軽にお電話ください、どこまでも行きますのでね、えー、はい、大丈夫です。まあ、事前事業としてやってますんでね、この辺はね。えー、ただ、交通費と、まあ、宿泊が伴うんだったら宿泊費。 はい、でこれね、ちょっと警察に言われて住所とか消したんですよね。はい、あの最近、ちょっと YouTuber が狙われてるってことで、警察からちょっと電話かかってきて、住所消した方がいいよって言われた、あのしつこいですね <coughs>、しつこいしつこい、えー、あれがいるんですよ。はい、<coughs> あのい、えー 迷惑かける人いるでしょう、しつこくつきまとって、迷惑かける人るでストーカーいる、ネットストーカーって言うんですけどで、中野さんもネットストーカーに絡まれたら大変なことになるからね、すごい被害が人体になるから、えー、住所はね、載せないでくださいって言われて、でただ、自分のね、会社のホームページには、ちょっと住所載せないとね、ホームページに、会社にならない、会社、まあ、社団法人経営してますからね、私ね。 はい。社団法人の代表理事ですから、一般社団法人。マイナンバー4第三者認証機構の代表理事ですからね、私。中野雄二ですので、明治大学出てて、その後三菱電機行って、三菱商事出向で、商社前やってました。どうぞどうぞ、あの、ご安心してですね、お電話いただければと思います。はい。わからない場合にはお電話ください。日本全国どこへでもお伺いしています。ということで、 はい。去年もね、日本全国行ってたし、ずっと行ってました。最近は松、千葉県松戸市の松戸駅に来ていただいて、パソコン設定をしたりもしてますが、まあ、あの、足腰弱い方とかね、ちょっと大変だっていう方は、えー、私の方で新幹線乗ったら飛行機乗って、北は北海道、あ、そうか、南沖縄も行きましたね。沖縄行ってセミナーやりました、沖縄でね、仮想通貨のね。あの、<coughs> あの、鹿児島も行きましたしね。 はいはい。あの、ということで、5番まで終わったんで、次はね、6番から実際に XM のリアル講座の解説をやっていきます。それでは、今回はここで終わりにさせていただきます。ありがとうございました。失礼いたします。